じゃあ、まあ準備でき次第、はい、お願いします。いつでも始めちゃってください。さあ第一戦で、まあ、アナゴさんのユリアン対これね、まあ画面端行ったら両方終わるじゃないですか。両方終わりますね、はい、だけど、まあ、どうだろう、逃げ出しやすさはやっぱユリアンの方があるのかなって感じしますけど、ね、どうなんだろう、正直僕はこの組み合わせ全然得意じゃないんで。まあでもその、まあ、逃げに対する、まあ、ヘッドなり、まあ、第2位なりに、まあ、押し置きもしっかりね、あのできますからね、まあ、ネクロ側が、ネクロアッパーとか、ネクロアッパーとかね。あとは結構そのユリアンはその近くにいても結構ネクロの引き中パンでしたっけ。そうですね、あれの暴れが結構鬱陶しくて、うん、しかもそこからヒット確認でエレクとかもついてくるからあんまりその距離にも痛くないんですけど、ゲージ状況とか見ながらって感じですね。そうですね、ただこの組み合わせ絶対ネクロの方がゲージ溜まるの早いんで。そうですね、基本的にユリアンが押したいなっていう時はネクロ大体2マックスになってることが、まあこういうことですね。ネクロ結構早いよね。早い、あ強い、結構そのタックレイジスとかもネクロのバックステの性能が良くて、うんうん、もうその後にタックを結構拒否れちゃったりするんで、割といろいろユリアン側が工夫しないといけないんですよね。そう、このアーブさんがこのジャクドリルを使ってきますね。確かに珍しいですね、あれ。あんまりジャクドリル、まあ、逃げにはかなり優秀ですけど、はい、これは中ドリル、なんか巷じゃ、ジャクトルと中トルの見分けがつかない方がいらっしゃるっていう。なんすかそれ、そんなことないでしょ。見たらわかるね、大体ね、スピード、回転のスピードとかでね。さすがにわかる、まあさすがにわかるって言ったら。ただね、昔ね、もちくんいるじゃん。あ、はい、もちくん。もちくんがね、見分けつかないって言ってたんだ、最初。あ、そうなんだ、うん、なんかもちさんが言うとなんか、あ、じゃあそうなるかもなって気になってくるから不思議っす、ね。見分けつかないとね、プライチとマイナー4で全然違うからね。確かに、こうなっちゃうとユリアン側はしんどい。あ、しかし結構やっぱジャックタックルとかタッチパン、タッチ受けが結構強かった。はいはいはい、あ、しかしこれですね、まあ、ここら辺の起き上がりの読み合いはまあこうなってますよね。ですね、まあ、ただね、ブロっちゃえばフォロー効かないんで。そうですね、肘入っちゃうんですけど、結構ユリアン側がその立ち回りとタクニックでテイブとか台足ガードするとエレクかくっちゃうんで、はいはいはい、この辺しっかりしてると結構ユリアンボタン押すのがしんどくなってくる。確かにね、その確定エレクしっかり出せると、あ、これは大きい、うまい、うまいですね。これでこれを勝利は生かすね、ドカー投げて、ここで投げました。あ、これはかくんだ。しかしこれは当たりますね。当たる、おいしい、チャッチ感強い。あれ強いね、結構めっちゃ強い、ジャンプ台形強いっすね。これはしっかりコンボ完走して、アナゴさんが1本目か勝利と。まあ、ハメもあるからね、ユリアンはね。ですね、あれだって1フレ浮きやっても結局ダメージ食らうでしょ。結局ジャンプ台パンで普通に戻し戻り戻せるんで。あんま、まあ、ああなっちゃうとやっぱ厳しいとこありますよね。まあ、言うてもその2択行ってタック、2択でタックルコンボ行く方がゲージは回収できるんで、はいはいはい、まあまあ、あんまり嬉しくはないです。嬉しくはない、結構減っちゃうよ、ね、結構減っちゃう、だいぶ減っちゃう。さあこれ大変、結構やっぱりネクロ側がそのレンジ対空とかシャム中間対空とか結構近づきにくい。中間距離はこれネクロの方がいいのかな。多分ね、中間距離はネクロの方が楽な、ネクロの方が楽。だからあんまりそのネクロ側はまあ 近づかず下がらずで、はいはいはい、対応してれば結構いいんじゃないかなとは個人的には思うんですけど、結構草壁君はその辺りの対応が非常に上手なんで。なるほどね、あんまり見えた。ネクロはやっぱ起き上がりっていうか、相手の起き上がりにこう置き攻めいくとき、うん、タックがやっぱ強いから、はい、そこをやっぱ大事にしたいですね。間違いないです。まあ言うてもユリアンはスタンチが波なんで、はいはいはい、やっぱりエレク2発食らっちゃうと、もうなんならピロスタンス寸前ぐらいまでいっちゃうから。最近あのトレンドなんですかね、中間距離での唐突な中トル。確かになんか流行ったね。まあでもユリアンに対してあんまりないんじゃないかな、ユリアンは。まあなんか回しといて2発目でも引っかかったらエレク回しとこうみたいな。そう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 。これは、まあ、うまく逃げた。ここから全然ありますね。ジャックドル、しかしジャックドリル、アナゴさん、しかし押し返しが上手ですね。あんまり画面端にいる時間が少ない。ここで投げが通って、ここしっかりガードして、ラインを上げる。まだ全然ありますね、これベースが。ただちょっとラインが少しもうちょっと上げないとネクロが辛いかな。あー、きつい。
さあこれで穴子さんが2本と。多分今の状況だとユリアンが下がる間にゲージが溜まってもうそのもうそのもう1枚で殺せる状況になるんで、確かに確かに。でもああいうちょっと体力リードされるとちょっとまあ崩すっていうか近づきようがちょっと難しいよね、ネクロってですね。やっぱりその序盤がやっぱりゲージないユリアンに対してネクロがいかにゲージ優位とダメージ優位取るかっていうのが割と重要なんだ。そうですね。でそこからユリアンが追っかける展開になっちゃうとかなり辛い。確かにユリアンが追っかける展開はユリアンが結構厳しいかもしれないね。結構厳しい。ジャンプ台形に対しても、まあ、引きチューパーのどの高さでもかぐっちゃうからね。あれマイナー5でしょ。マイナー5か6だった。だからマイナーあれ引きチューパンが5だから4だっけ5だっけ確か5だったよね。なんでまあ基本的に垂直ジャンプ台形はそんな安い。そうですね、当たんない距離でいるのがいいですね。当たんないというか相手のブロー引きチューパンが当たんない距離、はいはいはい。まあ、生エレクとかあるけどまあ判断が難しいからね。そこはきちんとガード投げて、ここは野田さんも無理しなくていいと思ったらもう入っていく。これは美味しい当たり方をして、あ、これは厳しい。タックル、コンボ上手。あと裏行く、裏行く。これ多分びっくり裏ですね。これナクロが QS 取ってるとダッシュすると裏行っちゃうんですよ、はい、多分穴子さんちょっとびっくりしたな。びっくりしてますね。あ、これですね。投げる、投げて、まあ、溜まってないよ。うまい。逆に通ったがコンボ失敗。しかも結構、おっと、なんかすごいフォローして、低い。しかしうまくフォローしきった。なんかネクラッパー食らって大肘食らうと引きチューパーまで入るから結構スタンチやばいよね。結構とんでもないことになりますね。半分ぐらいいきますよね、多分ね。次の置き攻めミスったらもう死ぬんで。そんなことないけど、ただそのユリアンはそのネクロのレバイル投げ、あ、確かに。なっても追撃がないんで、ないですね。まあ、言うても投げは捨てていい部類には入りますね。アナゴさんやっぱ、結構やってるだけあって、はい、すごいいろんなところでため入ってますね。そうですね、やっぱりテクニカルですよね。うん、分割がすごいですよね。僕もよくわかんないですよ、どこで食べてんだこれ、どこで食べてんだって。そうやっぱりさっきからアナゴさんが序盤リードする展開が多いんで、結構楽に試合運べてますね。ちょっとその展開的にネクロがまあ有利というか、そういう展開がまだちょっと少ないから。そうですね、まあ感覚的には少しアーブさんが前に行っちゃってる感がなっていう感じがあります。ここ大事にしたい。あーっとゲージ溜まんなかったが、なるほど、分割タックルからの多分エイジスも入ってることでしょう。ヘッド当たる。これで、ね、当たって。なんかそうなるの。やばい当たり方。やばい。サクンギス。線切れて。さあはめて。はめていく。このシュースピは簡単だからね。簡単ですね。サンタックルも結構簡単な部類ですね。浮いちゃうもんね、結構ね。浮いちゃいますね。しかもネクロは画面を走ってその中盤からスフィアジャックインスで結構やばいガーフがあるんで。はい。走っちゃうと文字で終わってるんですけど、まあ、お互い様です。でも肘録ありますからね、ネクロには。肘録ありますね、確かに。たい平さんくらいですからね、綺麗に肘録食らうの。まあ肘録食らうことに関しては右で見ないですよね。肘録のたい平っていう意味をついてますから。たい平さんいないのに煽られるのやばい。ちょっとこれはいい展開、序盤で押せているが、もう一回されてしまった。ここは上すぎ、ジャク、いいやばですね。これはうまく拒否できてる。うまい、うまい、いい位置入れ替え。この画面端大事にしたいが、ネクラッパにヘッドが噛み合って、なんか今のところ見てるとこのキャラさやばいように見える。ようにしか見えないですね。すっかし投げ、ジャブさんはちょっとあれですね、落ち着いてユリアンがあっち行けというか、あ、これはまずい、まずい、やばいですよ、これは。タックルが、大タックルが4回ぐらい入りましたけど、そう、大打3回はなかなか難しいですよ。やりますね、厳しい、厳しい。やりますねとか言ったけど、多分僕はできないです。タイさん、あの肘録の食らい方がすごいうまい、うまいっすね。芸術点チェンジですね、チェンジです。5対0のチェンジです。なんか一応ビタって言われてるじゃないですか。ですね。大変さんの時だってなんか1フレ猶予あるんじゃないかっていう、猶予あるような筋式できるみたいな。そう実は猶予あるんじゃないか、大変さんだけっていう。さあちょっとアーブさん 5-0 で切り返してるので、
ね、変化をもたらしたいところですね。ちょっとね、まあ、アドバイスというとちょっと通常技を先に自分がこう押しすぎかなっていうですね、なんか差し返す感じでこう見れたらいいかなって感じですけど、まあちょっとやっぱりユリアンの判定の強い技に潰されてる感はありますね。判定強いんだけど差し返しはしやすい部類なんで、そこら辺落ち着いて、まあ、ちょっとですね、これタックルは実際強いんですよ、ユリアンさん。あーこれ今難しいね、ブロー乗って、さあこれ手前落ち、これはヘッド来ましたか、ソフィア、うまい、さあアイスキック、アイスキック、さっきも言ったんですけど、タックルが非常にそのネクロの通常技に対して強いんですけど、はいはいはい、やっぱりエレクが溜まっちゃうとガードされると確定しちゃうんで、そうですね、だからそこタッチガードしちゃえばチューパーエレクまでかぶっちゃうかな、そうですね、しゃがみは無理かもしれないけど、多分ユリアンはしゃがみでチューパー当たりますね。あ、本当に多分ね、ヒットバックで無理っぽいけどな。あー、そういうことですね、うん、はい、しゃがみガードしちゃうとね、そういうことですね。うまい、うまい、これはうまい、これは確定。さあ、ここ大事にしたい、前ブロー、前ブロー、あーとんでもないの当たって、タックル、サンタックル狙ってましたね。あーまた肘が当たる、いいの狙ってましたね。まああれですね、あれがちょっと難しいですね、判断がね。ですね、しかし矢玉さんも 2ゲージある、もう何でもできる状態、厳しい厳しい厳しい、あー厳しい、最高の手前割れじゃない今でしたね。お、こんにちは、いや、さすがに穴子さん、強いですね。強いですね、大変さんだけ優位ある、にじみ出る大人の色かが、穴子さんね、ベリーランダムがね、結構機能してるからね。確かにそうですね。しかし、タックル、まあ、これで肘やってると美味しい、かなり画面を押せる。しかし穴子さん立ち回りのブロッキング上手ですね。上手ですね、ブロってる姿、ここで肘強いです、肘、あ厳しい、当たって中玉抱いた中玉、いいですね、コンボ上手、ゼロ距離ダイヤス、ゼロ距離ダイヤス結構食らいません、割とみんな投げ越してくれて分かる気がする。あれさ、結構やっぱユリアンのダイヤス結構食らっちゃいけないんだよね、食らっちゃいけないんだけどさ、なんかテリブルをしゃがみぐらいで来るの腹立つんだよね。知らんかった、腹立つね。あ、ここで投げ警戒が出した肘、まあ、ちょっとああいう肘とかいってのべく拡散を切っていきたいですね。そうですね、でもね、結構難しいんだよね。いや、難しいと思います僕はできないので、まあ、一応中肘エレクは一番安定なんだろうけど、そうですね、肘のノックバックがちょっとあるから、もしかしたらタッチューパンの方がいいかもしれないですね。まあどうだろうね、壊しエルクとか、あ、まあ壊しエルクまでもいいですね、確かに。まあ、パンエルクか壊しエルクにすれば、そのレバー下レッパでそこから回せるんで、まあ意外に簡単、そう、コマンドはしやすいかなって感じです。さあこれ 7-0、 さあなんとかアーブさん頑張ってほしいが、足投げ、サイズキック、前ブロー、いやー中間距離のブローが冴えてますね。ですね、しかし本当にブロッキング上手だからね。ネクロなんかふわっとしてるから、そのスピアに対してブローが取りづらいんだよね。あ、まあなるほどなるほど、はいはい、まあダルシムケースから、そう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 、あーった、あー欲しい、さあゼロ距離だやし、ちょっと味しめたか、しかしここ当たって、おお、投げがグラップ、まあ、これはどうどう、逃げる、逃げる、おっとスピアレンジスタックル、ね、ありましたね、ありましたね。グラッパーガード、投げが通ってタッチパンを吸われる形になりました。そして壊しタックルは出なかったか、さあ弱ドリルで逃げる、あれ逃げは逃げせんの非常に優秀ですね。下ブラ入ってる、ここでちょっとガード、おおっと、かなりずうずうしい、ここで無理やりタックレース、この無理やりタックレースが最強なんですが、壁の外側に足が伸びてくる、厳しい、あっと当たっている、タックル、おお、3タックル見せてくる、お上手ですね。さあ 8-0、
ネクロだから簡単とは言いましたが、まあ、結論全然簡単ではなくて簡単な方って言い方が簡単な方ですけど、ですけどめちゃくちゃ難しいです。あれなんですか、入力は後ろ斜め後ろって感じ。あ、もう普通にそう、普通にもう16、16、16って感じです。さあ8-0まで来てしまった。やっぱユリアン側は何されたら嫌なのか、まあ、基本的にはやっぱりその近づくまでにやっぱしゃがみ中継とかタッチューパンで地上は制圧されて、飛んだところをしゃがみ中パンとか電池ブラスで落とされて、まあとにかくそれでそのゲーでじゃあ我慢するかってなると、向こうの引き中パン連打でゲージを貯められちゃって、でエレクが溜まっちゃうんですよ。エレクが溜まっちゃうとあらゆるものに攪拌がついてくるんで、確かにね、あとまあタクも強くなっちゃうよね。そうなんですよ。なのでとにかく触ってくれると逆に、ただ基本的にやっぱ上手いネクロは下がらずそこで立ち回ってきて、こっちの差し返しとかね、差し返しとか狙ってくる。やっぱーゲージ溜まってからですね、ネクロは。で一回エレク引っかかっちゃうと、そこからセットプレイで、まあ、死に、はいはい、死が見える。そうですね。それが非常に面倒くさいですね。まい。とにかくちょっと起点も作りにくいですね、ネクロは。そうですね。タイプもまあまあ強いし、地上が鬱陶しいんで。タックレイリスも結構拒否ってくるしね。ああ潰された。あー痛いのが鳴って、これはフライング穴子、フライング穴子スペシャルが出ましたね。フライング穴子スペシャル出ましたね。さあ 9-0 キャラさんじゃないこれ。キャラさんありますかね。キャラさんこれを見せられるか。キャラさんじゃない。なんか最初の方なんか知ったような口聞いてさ、俺がいいカードですよとか言ってたんだけど、やべこれ動画残っちゃうこれ。キャラさんじゃないの。いやー本当に信じてくれ、そんなことはないんだけど。いやもう結構、いやいや結構も草壁くんにボコられてるんで。そんなことないと思う。いやそっか、俺が下手くそなだけか。あーしかし出し投げ通る。杉谷さん頑張ってたけど、杉谷さんはあと頑張りとあと隠しがうまいですから。確かにそうですね。本当にネタ持ってますから、ね、そうそうネタ持ってて隠しがうまいから。本当に大会で初めて見るみたいなネタいっぱいあるからな。だいぶ温めるからね。すごいそれ、だいぶ熟成さ、あーうまい。あまあまあいいでしょうこれは。あーこれねー、これはうまい、うまい、お上手。あれねー、その空中ヒットで出し切っちゃうとどうしてもかぶっちゃうんだよね。ですねなんでさっきの話の続きですけど、だからその、はいはい、ちょっとライン上げるのがしんどいんで、はいはい、塩とか橋でもダメージが取れるタイラントでいいじゃんっていう。なるほど、結構あり、まあなんかルーさんとか結構一時期タイロン使ってるんです。ですね。まあネクロ体力低いのめちゃくちゃ減るんですよ。ちょっとこれね。これ難しいですね。うまい。うまい。おおアッパ。おお裏。うまい。ゼロ距離ダイヤジョロ。これはルーさんか。回しない。こっからどうする。しとるか。えらい。回しにしたい。待って。ようぞ。おお取らんな。ウェイリスっぽいな。しかしここで。弱が通ったら死が見える。やばいやばい。中弱角。分かんない。おお止まる。あー弱が通ってしまった。さあ終わりました。ガチの穴子さん。聞いてください。わかりました。では終わったお二人にインタビューですね。はいはい、あどうもお疲れ様でした。あありがとうございました。まあいかがでしたでしょうか。やっぱりはい練習が足りないということで、はい、はい、練習が足りないということで挑戦します。はい、うん、まあでも、はい、チャレンジすること自体は多分悪いことじゃないと思うので。いや間違いないです。そうですね、はい、今後また何かの機会があればお願いしますと、はい、承知いたしました。という形で、まあありがとうございました。お疲れ様でした。では勝った穴子さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。穴子です。いかがでしたでしょうか。そうですね、クーペが終わって、まあ、やっぱりもっと上手くなりたいなということで今年1年めっちゃわかる頑張りたいなと思いますので10先もどんどん出ていきたいなと。クーペ終わった瞬間上手くなりたいなとなりますよね。そうですね。でそれがまだ維持できているというか、うん、もっと質のいい練習ができればなと思いますので、
なるほどですね、はい、また誰かあのやっていただける方がいらっしゃいましたら実先お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。ではこれで、アナゴさん、アーブーさんの10先はアナゴさん勝利ということで、アナゴさんおめでとうございます。